はい、ユニスワップの歴史をもとにですね、DeFi の全体像をつかんでいこうということで、話を、させていただきたいなと思います。そうですね、DeFi なんだろうっていう人から、割と知ってますよっていう人まで、いろいろいらっしゃるとは思うんですけれども、割と最初の方のところから丁寧に、お話をしていければなと思います。で、もう最初からね、どんどん DeFi とはなんとかかんとかっていうふうに、言い過ぎてしまうと、ちょっと退屈なところとか難しいところとかっていうふうに肩肘張ってしまうので、ユニスワップっていう、みんなに愛されている人気のですね、ザ・ディファイぐらいに思われているプロトコルがあるので、その概要とか、今まで起こった出来事を中心にですね、そこを見ながら、ディファイの全体像も、なるほど、こういうふうになってるんだなっていうのが分かるようにね、お話ししたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。楽しんで見ていただければなと思ってます。なんでユニスワップをいちいち題材に出したかというと、いろいろ理由があって、普通に歴史は面白いです。たくさん、こんなことがある、なんなことがある、ディファイ全体において、1年間が1ヶ月ぐらいに感じられるぐらいの、スピードなんですけど、ユニスワップで、起こったこと、ユニスワップ周りで起こった出来事、事件っていうのは、割と興味深いものが多いので、ユースケースというか、ユースケースというか、ケーススタディとしては結構いいんじゃないかなと。で、そうですね、3年の歴史と伝統がありますからね、だいたい、DeFi ってこうなら、ああなのっていうところの、問題点には直面してますから、こういうね、ユニスアップの、ケースを中心に学ぶと、割と教科書通りの、学び方ができそうな、気がしてます。はい。で、あとは、DeFi っていろいろあるんですけど、皆さんが、懐疑的な人が一つ考えることって言ったら、ディファイって結局管理者がいて、名ばかりでお金のためにやってるんでしょっていうようなことを結構言われることがあり、で、それが、必ずしも間違っていなくて正しい部分もあるんですけれども、ユニスアップを、中心に考えたとすると、ユニスアップの場合は VC もそうですし、開発者の人とか、関係者ですね、コミュニティの人たちの分散思考っていうのは結構強くて、一番強いと言っても過言ではないんじゃないかなと思いますね。なので、 DeFi アプリケーションの典型というか、見本になるようなレベルのチームであり、プロトコルであるというふうに考えられているので、DeFi の可能性を探るときは、これぐらい徹底的に考えているプロトコルを中心に今後を考えていく方が、DeFi の本当の姿っていうのをつかみやすいだろうなというふうに思っているので、ちょっとユニスアップに関して力強く話していくことができればなというふうに思います。ということで、ユニスワップを学んでいきましょう。はい。その前にですけども、ユニスワップって、そもそも何ですかっていう、簡単な、概要ですけど、DEX と呼ばれています。ディセントライズエクスチェンジ。分散型取引所ですね。DeFi アプリケーションのうちの一つの、DEX の、中のユニスワップというね、ものがありますよということでした。簡単に言いますと、パブリックブロックチェーンですね。これはもう皆さん、ご存知かと思います。ビットコインとかイーサリアムとか、他にもね、出てることもあります。ご視聴いただきありがとうございます。前編は JBA 会員限定で公開しています。詳しくはホームページをご確認ください。